はい、どうも、ダークネストローズです。今日はね、まあ先、これ2本撮りで 2本動画を回させてもらってるんやけど、ちょっと一応上着だけちょっと微妙に変えて、まあ派手なのは一緒なんやけどね。変えさせてもらって、ちょっと2本目の動画を撮ろうと思って、まあ何本目でもええねんけどな、聞く人にとっては こっちが1本目かもしれないから、なんとも言えないんやけど。こっちの話は、もう一個の動画の方は、時事ネタというか、渡辺真君の話であるとか、それについて、その有名人の不祥事とか、YouTuber の不祥事とかについて、そこからの周りのガヤがどうのとか、その炎上するしないとかっていう話をちょっとさせてもらったんやけど、こっちに関しては、俺の活動に関して。知ってる人は知ってる、俺の活動を知ってる人は知ってると思うけど、フィフスリーアクトっていうグループで一応活動させてもらってて、俺と、あと、ゆっくりの動画を作ったりとか、まあ、ツイキャスで活動したりしてるしずきっていうやつと、あと、まあ、ツイキャスで活動と、あと一応最近 YouTube のチャンネルを作って、まあそのアーティスト志望でね、頑張ってるゆきかちゃんっていう女の子と、で、まあもう一人、ぽやぽやっていう名前になってるんやけど、まあレナって呼んでるから、まあレナにしとこうかな。レナっていう女の子がいて、まあその子はたまにツイキャスしてるぐらいで、まあちょっと付き合いも長いから一緒に活動したいみたいな話になって、その、しずきとかと話して、あの子も入れようっていう話になって、今なってて、他にも何人か声かけたりしてるんやけど、まあ今のところ、うちのグループで一緒にやろうってなってるのは、まあ俺を入れて4人なんやけど、まあ、そのうちの、まあさっきのゆきかちゃんが、まあ、さっきも言ったんやけど、ちょっと 重複してまうんやけど、YouTube チャンネルをね、解説したのが、何日前やったかな もう1週間ぐらいになるんかな。先月じゃない、今月の終わりというか、半ば過ぎぐらいかな。に、まあ、その YouTube チャンネル、まあ、俺がそのツイキャスとかの中での絡みとか、まあ、その個人のやりとりとかで、そろそろチャンネル作ったらどうなんや、みたいな話になって、で、周りの人たちも、チャンネル作ったらとか、とりあえずツイキャスの録画上げるにしても、まあ、俺もそうやってるし、基本的にはラジオを上げてるから、で、彼女に関しては、顔出しの動画も上げてるから、まあ、それを上げてもいいし、っていう形で、やったらどう？みたいなことになって、じゃあ作ります？みたいな感じで、YouTube のチャンネルを作って、で、まあ、2本ぐらい、今、録画を上げてるのかな。で、まあ、再生数はそれなり、まあ、正直まだ登録者がまだ少ないから、まあ、俺も少ないけど、もうもっと、何人ぐらいだった？ 4 人とか5人とかなんかな。登録者4人、5人の段階で、再生数がでも1日で、数十回とかって回ったりしてるみたいやから、まあ、彼女のリスナーなり、周りの人たちが、まあ、興味を持ってることは間違いないし、で、まあ、こういうことに関しては、もう本当に、グループの強みっていうものを 俺も存分に出していこうと思って、ちょっとね、しずき今ちょっと忙しかったりするから、ちょっと、活動休んではないんやけど、休みがちだったりとか、まあ、彼、ちょっと、なんていうかな、あいつ、精神的にも揺れがあったりするから、やる気なくなることもあったりするから、こういう活動に関して。なんで、ゲームしてるから忙しいみたいな時もあるし、まあ、俺もわかるきてね、今やる気ないなみたいな時もあるから、まあさ、モチベーションが下がってる時にやっても正直仕方ないなと思うし、だから、彼に関してはちょっと今こっちからアプローチするのではないんだけども、ゆきかちゃんに関しては今、現行で頑張ってるから、まあ一緒に、トークの動画を上げたりとか、作ったりとか、まあコラボという形でね、やったりとかしたりして、お互いにね、こう相乗効果で、化学反応で、再生数なり、登録者なりを、まあ、上げていきたいなとは思ったりしてるんやけど。でもね、
まあここで喋るのもおかしいというか、まあこの YouTube で YouTube の話をするのもおかしいな話やけど、正直そのいくらツイキャスで少々人気があって、そのサポーターが何百人いて、そのまあ一般的な時間というか、まあその人が来やすい時間ね、まあいわゆるゴールデンタイム、あのテレビでいうゴールデンタイムねの時間帯にやったら、まあ人も来やすいわけやんか。やっぱり人がテレビ見れる時間っていうのはキャスを見れることももちろん余裕があるから見れるわけで、で聞きながら何か作業することももちろんできるわけやから、だからその人が来やすい時間にその配信をしたとして、まあ数人数十人のそのリスナーが見込める配信者の人だったとしても、そういう人がまあ数十人なんて言ったら弱小配信者なわけよ。俺もそうやし、もちろんゆきかちゃんもそうやし、しずきもそうなんやけど、その弱小の配信者ではあるけど、それでも数十人の人は来るわけやし、サポーターは何百人いるわけで、そんな人間であっても、まあいざその YouTube のチャンネルを作ってこういう風に動画を上げたりとか、まあラジオの録画を上げたりとかしたとしても、もちろん再生は回ることはある。まあタグつけてたりとか、その話題のネタであるとか、さっきの真帆君の話みたいに話題のネタであるとか、その事件に関することであるとかみたいに、その話題性があれば、あとその有名な人の名前が出てたりとかタグが入ってたりしたら、その関係でまあ再生数が回ることももちろんあるし、そのいつもよりね、いつもよりとは比べて何倍も再生が回ること俺もある。その動画によってはめっちゃ、そのラジオで喋ってて、まあ、実写の動画はね結構その再生数回ったりするんやけど、その実写じゃないラジオの動画でも、その話題性のあるネタであるとか、その話題性のある人物であるとか、そういう話をした時にめっちゃ再生数回るんやね。だからそういうことはあるけど、じゃあそれがその登録者につながるのか、数につながるのかって言われたらつながらなくて、で以前にね、ラファさんが、ラファエル、あの YouTuber のラファエルが、あのオリイラジの中田のあっちゃんがいらっしゃるんですよ、中田敦彦さんが。あの人とコラボの動画を撮った時に、まあ広告単価の話とか、その登録者数の話とか、あと再生数の話とか、まあ言ったらアベレージみたいなものとかの話になった時に、大事なのはアベレージであったりとか再生数であって、その広告という意味で言った時にね、その広告を見てもらうには再生してもらわなきゃいけないわけで、登録したからって言ってその人の動画を全く見ないんだったら何の広告にもならないわけだから、その広告主にとって重要なのは、その登録者数じゃなくて、その YouTuber の登録者数じゃなくて、その再生数がその YouTuber の価値になるべきっていう話を、中田さんとラファさんが言ってたわけで、これは確かに正しいなと思うよ。その登録者って実際その幽霊登録者みたいなのもあるし、その必ずしもそれがアクティブな数とは言えない、もう赤自体が新しくなってて捨て赤になってることももちろんあるだろうし、必ずしもね、その登録されてる赤が全部が全部そのアクティブなものとは限らないから、それがうん百人いたとしても、その中の千人がそのアクティブじゃない、その使われてない赤であることも当然あり得るわけで、だからその登録者って数にならないと。でも再生数っていうのはアクティブな数字で、それだけの人が見たっていう明確な指針になるから、それこそがその広告主にとって大事なんだよっていうプレゼンを、その実際広告主の方にラファエさんは自分でするんだって。そのそういうことじゃないんですと、その再生、登録者じゃないんですっていう風なアプローチをして、その1回の再生数アベレージかけるいくらの報酬でその案件を受けたりとかするらしいんやけど、こういう風な考え方をちゃんと持ってる人って実は少なくて、基本的にその Google にしても、そのまあ活動してる大手の YouTuber の方にしても、その強いのはどうしてもその登録者数になってしまって、たとえいくらね話題性のあるネタを突っ込んで、その何万何十万何百万っていう再生数を取ったとしても、その登録者が数百人だったら
何の数にもならない、収益にさえならないわけよ。その収益になるにはまずその登録者がまず1000人いなきゃいけないっていうその足切りの部分があって、でそこを突破したらその審査が受けられると。でまあ月だったかな、 年に 何万再生とか なんかそういう足切りのラインもあるらしいんやけど、まあ基本的には登録者1000人、これが足切りのラインで収益が得られるかどうかっていうラインらしくて、まあって言われると、例えば登録者が500人いたとして、でまあ一本の動画、まあ特に普段の再生数は例えばまあ500人だったらな、どんぐらいかな、数千数万ぐらいの再生数だとして、普段はね、それがちょっと話題性のあるネタ、まあ今回で言ったら真帆くんであるとか前の渡部であるとか、ああいうちょっとゴシップ的なそのちょっと話題性のある時事ネタをいじった時にその爆発的にバズったと、その動画がね。そしたら何百万何千万再生とぐる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 回って、動画が、そしたら当然バズってるわけや。でもバズってるけど登録者が全然増えてないと。なぜならそのリスナーたちはそのバズったネタに興味があるだけであって、その人、その YouTuber 自身に興味がないわけよ。興味がないから、他の動画まで見ようと思わない。うん、その人のね。そのネタだけを見るから、当然、そのチャンネル登録なんかしないわけよ。それ以外の動画に興味ないから。その人に興味ないから。興味あるのはそのネタだけ。まあ、今回出た真帆くんに興味があるだけで、俺に興味があるわけじゃないから、俺の他の動画を見ることは当然ないわけよ。だからそうなると登録者に繋がらないから収益化ができないわけよ。いくらそれだけバズって何千万と再生されたとしても、ね、まあこれってまあその Google の仕様であるとかそういうものもあるんやと思うけど、でもまあラファーさんの言ってることはすごいなと思うね。やっぱその自分がその現役というかその最前線でその営業活動をしてたからこそ自分で営業してると。例えばあの人ってその会社をいくつも持ってて、そのなんか俺もラファエルのなんかあの回しもみたいになっちゃってるけど、そんなんじゃなくて、まああの人いろんな会社持ってるわけやんか。そしたら自分の部下たちもたくさんいるわけで、自分がコマで動かせる人もたくさんいるわけやんか。もちろん E さんとかもそうやし、あの XL 君とか、ああいうその表に出てる人も含めて出てない人も含めて、その水面下で動かせる人間っていっぱいいるわけやんか、彼の周りに。なんて大物なわけやから彼は。だからそんな彼が自ら営業してるわけよ。でもそうしないとその本来の自分の価値というかっていうものを分かってもらえないっていう考え方があって、なんかね、誰かがそれこそこれちょっと前の動画、その真帆くんの動画のと重複する話になるけど、まあ批判、まあ今回ね、その真帆くんを擁護してるって言って批判されたラファさんのに対するコメント、批判のコメントの中に、まあラファエルとかヒカルとかああいう系の YouTuber はもう数取ることしか考えてないから、そういうなんかコンプラがちょっと弱い人たちなんですよみたいなコメントをしてるやつがいたんやけど、もともとそうなんよ彼らは。しかも本来のまあ、YouTuber というか表現者というかそういうもののあるべき姿って、基本的には、ごめん、基本的にはその数に対して、その数字、視聴回数であるとか再生数、登録者数とかそういうものに対してもっと貪欲であるべきだと思うし、それを求めるのが自然な形だと思うよ。そんななんか綺麗事言ってさ、もっと他に大事なことあるやろって、もっと他に大事なことなんかないわけよ、はっきり言って。その活動者にとって、だって他に大事なことがあるんやったら、なんで俺とか成功しないの、その底辺 YouTuber の方々ってなんで成功しないの。数がないからでしょ、再生数がないからでしょ。その人たちの人が性格が悪いからじゃなくて、その人たちが実際実力がなくて再生数取れてなくて登録者数がいないから、その人たちは底辺なわけでしょ。決してその人たちの人格が大物の人たちと劣ってるわけではないわけよ。ただ単に数が少ないから、力がないからない。うん、だから、
彼らは力が大物だから当然力があるわけですよ。なぜ力があるのかって言ったら登録者数がいて再生数がアベレージが高いから力があるわけ、有名なわけ、インフルエンサーなわけ、うん、だからそれを純粋に求めるっていうのは当たり前のことだと思うよね。特にラファエルに関しては普通のその辺の大物の YouTuber よりもさらにその収益とか利益とかそのそういう経済活動に対する偏重というかこだわりが強い人やから、もともとビジネスとしてその YouTuber を捉えてるから、もともとその YouTuber やってる人の中にはそういう自分もやり動画撮りたくてやってるだけだよっていう人も中にはかなり多くて、その収益うんぬんかんぬんじゃなくて自分がやりたいことを形にするっていうことに重きを置いてる人たちもたくさんいるから、そんな中でラファエルさんに関してはその自分のねその利益とかそのビジネスとしてのものにその重きを置いてるわけだから、それはその個々の考え方だし、でまあ自然な姿だと思う。そのテレビに出る人とかもそうだけどね、うん、人気になるのが目的なわけでしょ。自分がやりたいこととは言うもののね、自分のやりたいこと、例えば芸人なら芸人で、ミュージシャンならミュージシャンで、それを一人でも多くにの人に届けようと思ったら当然自分が強くならないと大きくならないといけないわけだから、うん、それはね綺麗事を言ってもしょうがないと思うけどな。だから、うん、俺もよくそのラジオ動画とかツイッターとかでも言ってるけど、俺もその来年の1月、今頃2022年の1月にはそのまあ大物にはなれないけど、少なくともその名の知れたあの活動者集団になってると思いますだから今俺のリスナーになってる人たちはよかったら見といてください。あの必ず実現します。はい、ダークネスローズでした。ちょっと長めにしゃべりましたけどね、中身全然ないわネタ全然考えてへんくて、もう服だけの服の見た目一発でちょっとネタを取りに行きました。はい、それじゃあ次の動画をお楽しみに。もしかしたら明日とかもまた撮るかもしれないんでよろしくお願いします。